今日もパンダ見終わった。あらやった。今日も仕事した。でも、ブルさん、いや、無性に粉もん食いたい時ありませんか？粉もの。たこ焼きが食いて、無性にたこ焼きこうやって食いって、マヨネーズかけて、わ、食いたい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 。たこ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 焼き食い。たこ焼きを深夜に、仕事終わりの深夜に、いっぱい食べたいと思います。いや、もうたこ焼き久々でね、ちょっとテンション上がってるんですけど、こちらね、銀だこで、築地の銀だこ。日本のたこ焼きはイノシシ。意味わかんねえんだけど。銀だこしか勝たんってやつだよね。うわ、めちゃめちゃうまそうなの来たよ。じゃあ、海苔塩弁当のたこ焼きでございます。海苔塩の弁当でございます。あ、ちょっと海苔塩のたこ焼きでございます。この屋形船みたいな器がまた食をそそるんだよね。ソースたこ焼きを32個。うわ。明太子マヨネーズのたこ焼き。うわ、すっげえ。で、まぁ、地味に大好きなネギたこ焼き。ネギ食べてさっぱりして、明太子マヨネーズでこってりして、そしてソースたこ焼きで、うわぁ、平常値に戻るっていうのをやってね、食べたいと思って。そしたらそれだけではつまんないんで、明太子買ってきまして、これで、マヨネーズぶっかけて、1キロの明太子マヨネーズぶっかけて、さらにたこ焼き入れた。やばい、絶対美味しいね。早く食べたい。たこ焼き2つで、深夜にね、もう串引くの時に迎えたらもう楽しみ。クロスオーバータコ2つ。はい、まずは楽しみなマヨネーズ明太子作り。おりゃ、はい、4尾5尾、はい、7尾、8尾、9尾。これがシンプルにしてうまいんや。マジうまい、明太子マヨネーズって。うわ、めちゃめちゃうまそうなのできた。うわ、めちゃめちゃ濃厚クリーミー。うわ、やばい。たこ焼きにかける前に余った明太子にご飯乗せて食べてきた。うわ、めちゃめちゃうまそう。これ、うわ、もう昨日からご飯食べてない、今日の夜から食べてないから、うまい。久々に食べる明太子ってなんでこんなうまいんだろうね。ね、わかるよ。毎日さ、最初、うわ、明太子うめえってなって、今日も明日も明後日も食べると、明太子いらねえやと思って、監督から配慮されるじゃん。1ヶ月ぶりに食べる。うまいだろ。なんでこんなうまいんだろう。都合のいい女みたいな、かわいそうになっちゃう。どんぶら。来ましたよ、来ましたよ、たこ焼きが。たこ焼きのお花畑や。怖いなこれ。なんだこれ、すげえ白いな。これにソースをかけていきたいと思う。よし、じゃあ行くよ。シャンプーの時間だよ皆さんね。うわ、じゃあ深夜たこ焼きいただきます。はい、また割り箸で食うのがね、いいよね。じゃあまずは普通のわさびからいただきたい。ソースいいねこれ。じゃあいただきます。たこ焼きマントマンみたいな。うまいもん、たこ焼き味にそっくり。うわ、外サクサク、中ぐっちゃぐちゃ。うまっ、うまっ。めっちゃ食いやすい。でめっちゃうまい。程よくサクサクなんだけど、なんかぐったぐったドロドロだから。うまっ。久々にこの膨らみ方いいよね。ぷ
クプクして、うん、ちょっと待って、バクバクで、うん、タコができへん、そしてタクタク、ぐちゃぐちゃタコタコのタコタコがうめえ、うん、パクいける、うん、うん、ほんと申し訳ないんだけど、食卓の前に金玉をその軽く焼いて、そんな感じ、あ、ネギ合う、うん、まあ、うんうんうん、どういうもんだけどさ、これたこ焼きを見るとさ、あのお昼やって大好き五つ子思い出さない、このベッドでなんか五つ子寝てるみたいなイメージ、うん、たこ焼き食うとき毎回思い出すんだよね、大好き五つ子見終わった後のあの喪失感やばいよね、うん、うん、よし、じゃあこれいきたいと思います。このぶっかけ明太子マヨネーズ、じゃあまずは普通の明太子マヨネーズいただきたいと思います。これおかずにこれ食える、マジでうまい、うん、うまい、クリーミーキング、クリーミーボランティア、うん、うまっ、うん、もはやいじめだよ、これ、明太子クリームの。クラスでいじめ合ってるみたいになってもん、これ。やばい。30個食べました。3パックとこれ6個食べたんで、ちょっと味変、梅干し、梅をかけて食べてみたいの、これ絶対合うと思う。梅をのせ、練り梅をのせて食べてみたいの、これめっちゃうまそう。お、違うものになったもん、もはや梅干し、もううまっ。
めっちゃ食べやすい。ちょっと待って。ご飯。粉物と米ってマジで合うから。で、梅干しつけて、梅干したこ焼き。誰かやってみて、これマジうまい。やばい、めっちゃうまい。今度はこちら、明太子マヨネーズを乗せて、そしてさらに卵。そして、いや、邪道だと思うでしょ。絶対うまいから、これ。卵焼き明太マヨネーズ TKG。え、違う。じゃ、訳わかんない。よし、じゃあ食べます。35個食べました。ね、明太子マヨネーズにね、追い明太子マヨネーズはね、危険。味が濃すぎて、ちょっと、たこ焼きと一緒に食わないと、マジ、口の中どうにかなっちゃうぞ、明太子マヨネーズ。ねえ、深夜にたこ焼き、そして、締めに、ご飯プラスやってみてください。うわ、もうあと寝るだけ、幸せ。ぐっすり眠れそう。ありがとうね。またね、見てね、バイバイ。また元気でね。